あ、そうですか。はい、前傾姿勢。あ、そうそうそう、そんな感じで。ああ、もうそんな感じですね。ちょっと睨みつけるような感じでレースしてかなえさんのこう事前のアンケートでちょっとこう聞かさせていただいたんですけど、この日本選手がこうさらにこう強くなるためにはっていう質問の時に、やっぱり日本人同士のこう切磋琢磨して実力を上げることが大事だ、その辺についてちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、やっぱり海外とかよりかはまずは日本人同士っていうのが大事なんでしょうかね。そうですね、僕はかなり日本人が切磋琢磨して記録を伸ばすことが一番自分にとっても記録向上につながりましたし、技術向上にもつながったと思っています。やっぱり国内の試合がやっぱ一番多いので、今年3月からいろんな試合を重ねていって、海外の試合、オリンピックであったり世界選手権というのはあるんですけれど、やっぱ本当に定期的に行う国内の試合で、やっぱり国内で自分より速い選手がいたり自分と同じぐらいの選手がいたらやっぱ勝ちたいって思うじゃないですか、はいはい、そこで負けたくないという気持ちが常にあるので、その国内の試合でまず緊張して自分の実力を上げたいという気持ちになるので、国内で勝てれば世界で通用するっていうレベルに日本がなれば、自然に海外で戦えるようになるので、まずは日本のレベルが強ければもう自然に世界に戦えるようになるなというのを感じました。そうですよね。だから、まあ、国内の多くの試合でやっぱ日本同士でもっと切磋琢磨して、全体のレベルを上げようっていうことですかね。やっぱり僕一人でここまで記録を上げるというのは絶対に無理だったなというふうに今でも思っていて、やっぱりいろんな選手がちょうど2016年あたりからそのハードルっていうのが一気に大上がっていって、いろんな選手がほぼランキング10位までが今ほぼ全員現役選手みたいな、そういうレベルに なる時に僕もその世代にいたので、ちょうど本当にいいタイミングでいい時代にハードルをすることができたなと思ってます。なるほどね。やっぱりそういう、こうライバルがいないと一つ一つの試合で自分と戦えるライバルがいるというのが一番大きいなと思いましたね。まあ、そういった中でもやっぱりそのオリンピックっていうところが目標だったので、やっぱり海外の選手というのもやっぱりこう視野に入れながらっていうところはあったんでしょうか。そうですね、本当に常に海外の選手のどういうレース展開なのかとか、どういうレースでタイム出したのかでチェックしながらやってましたね。コロナ禍でやっぱりどうしても海外の選手とレースしたかったんですけど、どうしてもする機会なかなかなかったので、とにかくそういう戦略、どういう選手がいるというのを認識するだけでもだいぶ違ったなと思っているので、すごく調べてました。その辺競技していく上で必ず、まあ、ない方がいいんですけど、やっぱ怪我ってつきもんだと思うんですけど、私も大きな怪我を実はしたんですけどね。金井さんもやっぱり怪我ってあったんでしょうか。ありましたね。やっぱり何回かあって、本当に数ヶ月走れない期間とかもありましたね。僕らボートレーサーでやっぱ怪我をしない体作りっていうのが大事で、やっぱり今こう体幹トレーニングとかにすごく今ボートレーサーで力入れるようになったんですけど、陸上ではやっぱりこう怪我をしない一番の秘訣っていうか、まあ、どういう体が一番怪我をしにくいんでしょうか。はい、先ほど植木さんおっしゃってた通り、はい、体幹とか本当に基礎的な部分っていうのが一番重要だと思うんですよね。というのも中心部分、体の中心部分が使えないとバランスが悪くなって怪我につながると思っていて、はい、結局僕も腰怪我したり、はい、股関節怪我したりというのは全てその体幹部分が力が入ってない状態で、はい、競技をしているから怪我につながったっていう原因があって、そもそも根本 の必要な筋肉をしっかりと刺激するというのがどのスポーツにも入れることだと思ってますね。なるほどですよ。やっぱ体幹って大事なんですかね。とても重要だと思いますね。僕もらの時代は結構うさぎ跳びをしたりとか、高校の時野球してたので、はいはい、水は飲まないみたいなところも昔はあったんですけど、はい、やっぱこう精神論とそういうふうなこう理論的にしっかりしていくっていうのは、やっぱこう合わさって これからの時代やっていくっていうのが大事なんでしょうかね。そうですね、水を飲まないとかっていうのは僕
経験してなかったのでわからないですけれど遠い昔ですけどね。まあ、でも本当に全部重要で、はい、どっちかに勝てるというのは本当に良くないと思うんですね。本当に何事にもバランスが大事だと思っているので、うそういうのを大事にしてトレーニングしていくのが一番いいかなと思います、ね、それとなんか自分もやっぱり現役の時にこうスランプに陥ること、だから自分がこのやり方をやってたら必ず勝てるっていう時に、はい、それが勝てなくなった時っていうのがやっぱり自分の中で若干パニックるんでしょうね、はい、その時に全部自分のやり方がこうダメなんだと思う時期があったんですけどね、うん、そういうのってこうハードルの中でこうタイムが出ない時に、まあ、原因はもちろん探すでしょうけど、そういう、こう自分のやり方が全部ダメなのかな、時代に合わないのかなということにはならなかったんでしょうか。正直自分のトレーニングに対して本当に合ってるのかというちょっと疑問に思わざるを得ないというか、はいはい、そういう時期は本当にありましたね。ただやっぱり必ず原因があってその追求していくと間違っているというよりは本当に違うことをやると自分が改善できるというのをやっぱり調べていくと分かるので、そこでやっぱり自分は改善していけました。ボートレースはレース場には行かれたことはあるんでしょうか。はい、実はあります。学生の時に、うん、僕喫茶店でバイトしていた時期が一度あって、はいはい、その社長の方に何度か連れて行って3回ぐらい行ったことあります、ね。ああ、そうですか。ちなみにどこのレース場か覚えられてますか。府中の方の多摩川ですか。多摩川ですか、はい、そこで3回行って、うん、本当に最初はどんなところなんだって本当に全然わからない状態で行ったんですけど、はいはい、もう3回目では楽しんで。あ、本当ですか。やってました。詳しくわからないんですけど、ただもう単純に内側の方が勝ちやすいというのは、はいはい、もう見ていてだんだん分かってきて、本当に純粋に楽しかったですね。ボートレースは結構こうスタートで大時計の回る針に合わせてこうスタートしていくわけなんですけど、うん、100分の1秒でスタートするんですけど、うん、なんか呼吸ってしてない感じするんですね。スタートして150メーター進んで最初の第一端幕回るまでって、うん、おそらく呼吸ってしなくて、はい、回った後に初めて呼吸するような感じなんですけど、ハードルはどうなんでしょう。呼吸は最初は本当全然しないですね。というのもあんまり意識しなくて、意識はしない。できないんですよね、呼吸。最初走ってる時にそうですよね、こう息してたら全然遅く、全然こう力入らないので遅くなっちゃうので、意識しなくてももう吸わないっていう状態ですね。はい、であとは目の高さが全然変わらない感じするんですけど、やっぱああいうのは意識されてるなんでしょうか、ね。そうですね、本当にそこはハードルはかなり重要で、うん、上に行くとその分ロスじゃないですか。 なのでもう前に踏み切って頭の位置を変えずにもう足だけで体を前傾して、なるほど、でもう頭の位置は変えずにというのをすごく意識してやってました。なんかそれはなんかボートレーサーもこのボートの中ですけど、やっぱり目の高さをあんまり変えると相手を見る角度も変わるし、そのターンを回るターンマークの位置も変わってしまうので、はい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 、あんまり僕も目の高さを変えないようには意識してたんです。あ、そうなんですか。じゃあ共通点は、はい、そんな感じしましたね。かけっこが早いって言われたじゃないですか、はい、やっぱ世の中にはその一生懸命走るけどなかなか速く走れない、うん、そのなんか秘訣みたいなの教えていただければ。そうですね、本当初心者の子どもたちに一番、はい、基礎的な部分を教えるときは、はい、姿勢をまっすぐすること。まず大体の方は前傾してしまったりちょっと後傾してしまったりするんですけど、本当にまっすぐ体の頭から下までまっすぐすることと、はい、腕をしっかり振るということです、はい、腕振らないと手の腕の力を使って陸上を走っているんですよ。足だけじゃなくて、はい、この勢いとかを使わないと全身使えないので、まずは腕、手を使って走るというのを覚えさせるということと、あと目線ですね、しっかりと前を向く、下を向かずに前を向くということですね。その3つはもう本当に基礎的な部分で、それだけやってても必ず速くなる可能性があるっていう。やっぱりこう目線って大事ですね。そうですね、やっぱりこういう風になったりとか。そうなんですよ、良くないですね、上向いてもこうなってしまうのでまっすぐ見るというのかっていう、はい、多分ご視聴の皆さんの中でもよしって思った方もいると思いますのでありがとうございました。
ほとんどの方って陸上競技って経験をちっちゃい時してると思うんですけど、うん、さらにこう、まあ、認知を上げるっていうんですかね、うん、あ、まあ、ハードルにしてもですね、それにはこう、まあ、何が必要なのかなって今現在思われてますかね、うん、はい、それ陸上競技はやっぱり陸上競技場に足を運ぶというのはどうしても敷居が高いというふうに感じる方がとても多くて、やっぱり関係者しか入っちゃいけないと思っているというふうに思っている方もたくさんいますし、どうしても本当に入っていいのという聞いてくる方たくさんいるんですよね。やっぱりそういう部分を変えていけば気軽に入れるところなんだというふうに認識されることが一番重要かなと思います。まあ、そういった中でちょっとこうお聞きしたいのは、こうボートレースって今すごく若い方にも見ていただけるようになったんですけど、はい、さらにこうボートレースこういうふうにしたらいいんじゃないかなっていうのが、うん、そういった観点からお聞きしたいなと思いますけど、はい、やっぱり陸上競技と少し似ている部分があって、やっぱりどうしても会場に一回行けば本当は楽しさというか分かると思うんですけど、はい、行くまでですよね。なのでそこでどうしてもその敷居が高いというふうに感じている方もやっぱ多いと思うんですね。特に女性とかも、はい、多いと思うので、はい、その部分を払拭できれば変わる、かなり変わってくるかなと思いますね。そうですよね、いろんなスポーツ、どのスポーツもそこを抱えているスポーツが多いかなと思いますね。やっぱそこがやっぱりいろんなところでこう伝える役割の方は重要なところでしょうかね。そうですね、一回経験すればもうだいぶ変わると、やりたいって絶対思うと思うので。そうですよね、その一回が、一回がって感じですよね。競技を全うして、まあ、引退を決意されるんですけど、やっぱりそこはもうやり遂げたっていうところが一番の、まあ、理由になるんでしょうかね。そうですね、もう先ほどちょっと触れたんですけど、はい、まあ、最初で最後の挑戦というふうに決めていたので、まあ、次の自分のやりたい道に行こうというふうに決意しました。今後の夢ですけど、うん、まあ、その陸上競技に対する、まあ、こういうふうになってほしいっていう夢もあるでしょうし、金井さんご自身のこれからの夢ってあると思うんですけど、うん、まずそのご自身の夢はどんな夢なんでしょうか。まあ、一番の目標はまずは司会者になって、はい、まあ、信頼される司会者になって信頼されるですね、はいはい、父親 の、 後を継いで頑張りたいという気持ちと、はいはい、まあ、それとやっぱり陸上競技をこれだけ18年ぐらいやってきたので、まあ、そういう経験は本当に人よりも多く経験しているので、はい、それを発信していくような活動もしていきたいなと思っています。はい、ちなみにその陸上のハードルをされてて歯科医師になられた方っているんでしょうか。どうなんですか、僕聞いたことはないですね、はい、なかなかいないかもしれないです。やっぱりあれでしょうか、歯科医師になられてもその原因を追求してされるんでしょうか。そうですね、僕もまだ経験してないんですけど、まあ、おそらくまあ、治療する上でそういう経験を、はい、生かすと思いますね。はい、せっかくなんで金井さんにもこうボートに乗っていただきたいと思うんですけど、これ恒例となってますので、はい、あ、そうなんですね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、楽しみです。さあどうですか、第一印象は乗った感じは。でもなんだろう、下に行かないんですね、もう上にあるんですね。そうなんですよ、はい、そしてここにも水がある状態なんですね。じゃあもうここまで水なんですね、はい、そして正座をしてまして、で右がハンドルです。でハンドルをちょっと動かしてみてください。そして後ろのモーターをちょっと見てもらうと、ハンドルを切った方向にこうもう舵の役割をするんですね。あ、そういう仕組みなんですね、はい、で戻さないとまっすぐ進まないですね。そしてそっちが車でいうアクセルみたいですね、はいはい、握ればキャブレターのバタフライが開いて加速していくみたいな、はいはい、で緩めるとエンジンブレーキがかかるみたいな。あ、そういうこと。じゃあこうカーブの時はこう、そうですね、カーブの時に緩めてまた握るみたいな、またこう、そしてこちらから風がバーンってきますので、はい、できるだけ風の抵抗を受けないように、うん、まあ、こういうふうな。あ、そうなんですか、はい、前傾して。あ、そうそうそう、そんな感じで。昔はそのまま正座のままハンドル切ってターンしてたんですけど、うん、今はモンキーターンというので、はい、ちょっとぜひやっていただきたいと思うんですけど、はいはい、そのまま足をもうそのまま立っていただきたいと思うんですけど、はい、そしてお尻をですね、ここにちょっとこう
はい、置く感じで、はい、今のようにこう手を持っていただいて、で体をちょっとこうくの字にするようなイメージですかね。こうですか。そして右足を右側のボートを蹴るようなイメージですかね。ああ、こういう感じか、はい、そしてターンマークがあの辺を回るような、ああ、はい、もうそんな感じですね、ちょっと睨みつけるような感じで、はい、そんな感じで今レースしてますね。あのボートって最初のカーブで、はいはい、結構勝敗結構分かれること多いと思うんですけど、はいはい、あれはどういう技術があったら勝てるんですか。もし一番外側だったらこれ5人を相手にするってなかなか難しいんで、やっぱその中でやっぱりモーターのいいレーサーとか、あとはスタートのいいレーサーなんかをある程度こう自分の中でインプットして、そのレーサーの動きを見て自分はどう動かないといけないかっていうふうにやってこうレースしてましたね。あ、そうなんですね。初めて聞きました本当に。今日お話聞いてやっぱりそのボートレーサーもやっぱそのハードルの選手の方もやっぱりその目線とか頭の高さとかそういうのはやっぱ意識しているっていうのは共有できたかなと思うんですね。そうですね、共通点ありましたね。はい、ぜひこれからももしお時間ありましたら、はい、ボートレースで楽しんでいただければと思います。はい、先ほど金井さんと無事対談終わりました。まあ、自分の子供と同じぐらいの年代というところでちょっと自分も興味がありましたけど、対談していくうちにいろいろこう深いところまで話してくれて嬉しかったなと思います。まあ、その中でですね、やっぱ印象に残ったものが2つありまして、オリンピックで、決勝に乗りたいっていう大事なレースで、転倒して、そして最後のハードルですね、そこをやっぱり、本能で、乗り越えてやっぱりゴールしたと、まあ、そういったところのやっぱ今までこう頑張ってきたところで、本能が動いたっていうところにやっぱりこう感動がありましたね。もう一つはやっぱりあのゴールを決めて、そして日々をいろんな訓練とかいろんなトレーニングにこう励んでたというところでしょうかね。オリンピックとかではない方が多いと思いますけど、やっぱ日々の生活でもゴールを決めて、そして一日一日をこう大切に過ごすことが非常に大事だなっていうのは金井さんから教えていただいたような感じがしました。とてもいい話でした。ぜひお互いアンバサダーという仕事で第二の人生頑張っていくと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。今日は大変勉強になりました。ありがとうございました。それではまた。